ひなチャンネル。今日はもう一本のベストバウトランキング。いつの間にこんな投票してたの？次週が原作最終回なので、一ファンとして何かできないかと思い、YouTube と X で投票告知をしていたんだ。あらあら、好きな作品が最終回になると寂しい気持ちになるよね。結局さ、私はこれ見てないんだけど参加しなきゃダメなん？うち一人じゃ寂しいから、今回はお前が進行してくれたら助かるわ。私が順位を発表して、あんたがコメント返しするわけね。それならいいよ。まず最初に、アニメが終わり1年以上経過しているにもかかわらず、こちらの企画にご投票いただいた方、本当にありがとうございます。最終回に向けて少しでも盛り上げることにつながれば幸いです。またこちらの動画はアニメ勢の方にとって、ネタバレ要素が多く含まれますのであらかじめご了承ください。挨拶終わったなら始めちゃうよ。もう一つだけ。今回ご投票いただいた人数は28名83票と決して多くはありませんが、原作ファン納得の順位になっていると思っているので、ぜひ最後までご視聴お願いします。ほな始めるよ。25試合もあるの？しかも長くて熱いコメントが多いんだけど。とりあえず、同率24位の2試合から発表よろしく。ならベストバウト同率24位の2試合から発表します。南雲が未知に天部を告げる瞬間。南雲 VS 団、県予選団体戦2回戦。この2試合ですね。順番にコメント紹介します。あれは間違いなく、生涯一度あるかの大勝負。あそこで南雲ファンになりました。これはその他で投票いただいた内容になりますね。大好きな友達と一緒に全国を目指すため、長年続けていた剣道をやめ、柔道へ転向する場面ですね。このエピソードを初めて見た時は驚きがありましたが、作者の村岡先生も最初は南雲を柔道部に転入させる気はなかったようです。うちも大好きな場面の一つです。ちょっと待って、あんたのコメントもカロリー高いし長い。次からもう少し短くしてよ。努力します。次は南雲 VS 団のコメントです。誰が勝ったか負けたかというより、読んでて明確に悔しいと思った試合、その前の2人の試合も含めて、青西としては実力的には明らかに格上だけど、それでも本気で勝ちに行って、それでもなお届かなかったからこそ感じた本気の悔しさも作品の魅力だなぁと強く感じた名勝負。東大大栄に負けた団体大将戦ですね。この試合の後、ツンツンしていた姫子が柔道に対し前向きになり、未知をリスペクトをしていくきっかけの一つになりましたよね。この試合も素晴らしかったです。次は同率15位9試合の紹介です。姫野 VS 小田切、六冠金金秋季3回戦。園田 VS 梅原、四冠から五冠金秋季1回戦。滝川 VS 望月、九冠新人戦団体1回戦。滝川 VS 灰原、11冠県予選個人戦2回戦。園田 VS 九条、九冠新人戦団体1回戦。園田 VS 小田切、254は金秋季5回戦。日浦 VS 大和、18冠金秋季4回戦。日浦 VS エマ・デュラン、6冠から7冠金秋季3回戦。小田切 VS 大和、28冠金秋季4回戦。大杉、先にコメントの紹介いきましょうか。まずは姫野 VS 小田切からいきますね。姫先輩をリスペクト。姫ちゃんが全力を尽くして後輩たちに残した価値のある試合だったはず。自分史上最強だから。アニメでもすごく盛り上がった試合でした。次は園田 VS 梅原のコメントの紹介です。続けてよかった。なっちゃん可愛い、水着最高。高校から柔道を始めたなっちゃん、おかっぱで可愛らしいですよね。次は滝川 VS 望月のコメントです。姫先輩についていきます。となった試合、姫先輩がチームに必要と言ってくれたことが力となり、格上相手に引き分けまで持ち込むことができましたよね。次は滝川 VS 灰原のコメントです。灰原さんに勝つんだに痺れた。園田道と勝負するためにも、園田のことを忘れて戦った試合、見事な勝利でしたよね。次は254話の園田 VS 小田切のコメントです。最高の友達と掴み取った。最高の一本に感激しました。最高の友達であるサナエがフルタイムで戦うことにより、強敵小田切にあっさりと勝利できましたよね。次は日浦 VS 大和のコメントです。熱戦、トワちゃんのベストバウト。トワちゃんがゾーンに入り、最高のパフォーマンス発揮できた試合でしたね。最後は日浦 VS 大和のコメントです。アニメのラストの一戦、続きを見たくて原作漫画にドハマりした。アニメ最後に2人が盛り上げてくれましたよね。原作読んでくれてファンとしては嬉しいです。やっと同率13位2試合の紹介です。園田 VS 高梨、滝川 VS 陣の、こちらの2試合ですね。滝川 VS 陣の戦のみコメントいただいてるので紹介していきます。すごく感動した試合です。流れよ我が涙。趣味が同じで仲良くなったけど、柔道ではライバル関係。そんな2人の熱い戦い、
この2人の試合も良かったですよね。試合内容もさることながら、神野さんの意外な趣味が明らかになったり面白かった。まさかのガチオタで仲間意識持ちました。では12位の試合は滝川 VS 堂本。コメントの紹介です。ここからサナエは強くなったのだ。この悔しさあっての今のサナエですよね。負けちゃったけど強豪選手をあと一歩まで追い詰めるナイスファイトでした。顔を真っ赤にしながら悔し泣きするシーンには学生時代を思い出し我がことのように悔しかったです。この人は学生時代に似たような経験をお持ちなのかな。うちも同じぐらい悔しい気持ちを持てれば格ゲーで全国行けたかもしれません。いや、あんたじゃ全国無理だったと思うよ。さて続いて第9位3試合の紹介です。園田 VS セノー県予選団体準決勝、天音 VS 灰原予選団体戦2回戦、姫子 VS 織原。まずは園田 VS セノーのコメントから紹介します。緑子師匠との公式戦は少なく、普段の思いを試合に込めて立ち会う姿が良かったです。なんだかんだでこの2人が試合することは少なく、2人が求めていた戦いであり、お互いの気持ちが乗った熱い試合でしたよね。本誌からウェブ掲載へ移行し、正直もう一本危ういのかと思っていたところに、全てを吹き飛ばす豪快な一本勝ち。衝撃で読後に仕事のやる気が一切失せた記憶があります。漫画クロスに移籍してからの青西クロス、危ういのかなと思う気持ちは一気に吹き飛びましたよね。仕事のやる気がなくなってもちゃんと言ったのか気になります。続いては天音 VS 灰原のコメントです。よかったねと思えた試合、灰原さんの実力を認めてもらえよかったですよね。3年生同士の対照戦ながら、追うものと追われるものの差が描かれた一戦。試合そのものの白熱もさることながら、それを取り巻く人々の模様が秀逸。対戦終了後の両者の新しい関係性や永遠の天音表などはこの試合ならでは。この作品は本人たちの試合だけでなく、周りの人たちの思いや関係性が描写されており、そこも面白いんですよね。次の第8位の試合は永遠 VS 園田滝川南雲です。コメントの紹介に行きますね。流れよ我が涙、泣きました。ああ素晴らしき青春かな。これもプリキュアだろ。すみません、プリキュア見てないんですが、仲間同士のバトルがあったんでしょうか。ちょっと気になるから、よければ教えてくださいね。続いて同率6位に試合です。姫子 VS 上海柔道部、日浦 VS 玉根女子団体戦2回戦。それではコメントの紹介に行きますね。姫子を、姫子を一番泣いた。うちも泣いてました。姫子が先輩のために頑張った試合、未知への恩返しも込めて臨んだ試合、見事に実りました。そうなんですよ、先輩のためであり未知のために頑張った試合、彼女の成長を見届けた気分になりましたよね。姫子ちゃんがウルトラスーパー輝いていた瞬間、地道に積み上げてきた努力と確かな技術でした。そして燃える闘志と勝利の高ぶりが噛み合うと、人は凄まじい実力を発揮するのだと驚かせられた試合。青西で初めての関東賞を取った試合であり、高梨に数秒で負けたのが嘘みたいに活躍しましたよね。姫子のファンは絶叫したはずです。続いては日浦 VS 玉根のコメント紹介に行きますね。この試合があったから2人が高みに行ったし、みんなの心に火がついたと思う。2人のいろんな思いがぶつかり合った熱い試合でしたよね。まさにここから青西が飛躍していきますよね。天音さん勝利の2回目も良いけど、やっぱり金星さん仲直りマッチを、この時のとは一本後の見返り涙顔が萌え戦後の笑顔になったのだなぁと思うと感慨深いな。そうなんですよ、この遺恨生産仲直りマッチから天音ととわちゃんの2人も成長していきましたよね。試合の後の笑顔本当に素敵でした。これで試合で完全にもう一本にはまった。2人の心理描写、過去回想の入れ方、どれも最高です。ここは原作に関なのでかなりのもう一本ファンですね。お互い好きなのに素直じゃないから2人とも謝ることができない。2人の気持ちが試合で分かり合えた、本当に素敵な試合でした。2人のわだかまりが解けた大事な試合、試合中にお互いのセリフの掛け合いがあり、最後に揃って笑って仲直りしたい勝負でエンディングに入った時は鳥肌が立ちました。神演出、アニメ勢の方ですね。アニメならではのエンディング突入は最高でしたね。あの演出は本当に素晴らしかったです。次が最後のコメントです。園田道を主人公としていながら、登場する選手全てがその時々の主人公になる可能性と見せ場がある。もう一本という作品のまさに真骨頂を見た初期の神回。試合を通じて永遠とエリカのそれまでのすれ違いとわだかまりが消化されて、お互いの心が通い合ったドラマティックなエピソードでした。そうなんです、初期の神回でありドラマティックなエピソードです。この試合で明かされた過去と2人
のわだかまりが解消された素敵な試合でした。さてようやく次は5位の発表ね。残り5試合なんですが、コメントは今まで以上にあるため、次の動画で発表させていただきます。ウソン、2部構成にしちゃうん？この1本で終わらせようよ。できる限りのコメントを紹介したいからな。さすがに30分動画になると作る側も見る側もしんどくなるしね。後編はなるべく早く公開できるように準備しますので、今しばらくお待ちください。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。